はい、えー、それではご登壇いただきたいと思います。えー、山中洋子監督、川井由美さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。あ、川井さん、ごめんなさい。川井さん、こっちで、ね はい、ありがとうございますそれではお二人からご挨拶をいただきたいと思います、えー、まずは、えー、アミコの監督でありナミビアの砂漠の監督である、えー、山中陽子監督お願いしますはい、えー、本日はすごく拙い初作品うん、初監督作品を見に来てくださいというか見ていただいて本当に恐縮ですありがとうございますよろしくお願いいたしますありがとうございますでは川由美さん ご挨拶お願いしますあ、皆さんこんばんは、えー、アミコの舞台挨拶に参加できてすごく嬉しいです <laughs> アミコの舞台挨拶じゃないか <laughs> ごめんなさい <laughs>、はいえー、今日は最後まで楽しんでくださいよろしくお願いしますありがとうございますじゃあどうぞおかけください、えー、ここからはフラッシュ撮影の方、えー、ご遠慮ください はいえー、まずはちょっと私の方から質問させていただきたいんですけどあの6年前のここであみこの上映で出会ったお二人ですけれども今、まあ、この6年経って作品でもご一緒ナミ,ナミビアの砂漠でご一緒されて、えー、今日というこの舞台に立たれた感想といいますかお気持ちってどんな感じなんですかどうですか河合さんは、ねはい、いつ 見られたんですか見に来てくださったえっとその2018年の公開9月とかですか当時です9月ですね9月の頭に来ましたで2回見てくださってそうですねその上映中に2回見てで2020年とか21年とかに上映してますかうん、うん はい、してますね。何回かリバイバルしてて<そ>してます、ね。そのぐらいの時にも1回妹と来ました。ああ、そうそうだったんですね。はい、それ、2回目にお手紙をいただいたってことですよね。そうです。その2018年のえー、っと上映中に2回来た時の2回目に山中さんに。 お手紙を渡しました。<laughs> なんか私の記憶では、はい、あのフェンスの前だったと思うんですけど。フェンスの前ですあ。そうですよね。あの外の電車の,外の、はい、そう、めっちゃ覚えてて。恥ずかしい。すごい。すごい変な感じがしてます。今、本当に。私はこの席から。初め見た時か2回目見た時かが舞台挨拶付きで。 あの監督と角原さんと大下ひろさん青みくんのが3人でここで舞台挨拶してましたですごくゾワゾワしてます今はい、はい、ありがとうございますやった <laughs> <laughs> いやすごい怖いなんかなんかあれですよね すごいことがいろいろあったんですよねすごいことがいろいろあってでも,もいろいろ本当に喋ってるのでウそう,そうでもざっくり言うとそのあみこを見た時に私は高3で役者になりたいなと思ってた時ぐらいでであおみくん役の大下ひろとさんに事務所に入りたいんですけどどうすればいいですかみたいな。 あの相談をしていてすごいお世話になっていた唯一役者の知り合いただの高校生なので全然そういう仕事をしている知り合いがいなくて唯一お世話になってた人でだその人が出演してるから見に行こうと思って亜ミコを見に来てでそこであのなんかスカウトみたいな感じで声をかけられて初出演する。 映画につながるっていう。はん初なんて言うでしたっけ？なんか監督がいたんですよね。映画を撮りたい。ん、そうですよね。そうです。そうです。同じ回でアミコを見てる。えっと、人の中に映画学生がいて、で、その方が私を劇場内で見かけてて、この人と映画が撮りたいって思ったらしく、ただの高校生だったんですけど。 それをネット上で私のアカウントを探して SNS ので DM を送ってきて今日、アミコをポルポル東中野ので見てた方ですよねみたいな僕と一緒に映画を作ってくれませんかみたいなメッセージが来てその人の映画に初めて出るっていうことが起きたんですか、うん、河合さんが初めて出た映画がそれだったんですけどああすデビュー作がそ,うそれで でそういうことが起きたのであみこを見に行ってなんかこれ役者になりたいと思って思い始めた時期ぐらいに映画を見に行ってこんなことが起きちゃうってなんだこれと思ってでもうたんでですよねそれで <laughs> 本当に小さい学生の映画にただ出ただけで今思ったら別にそれが。 なんだろう何の確約にもならないんですけどもう私はなれるんだ女優にみたいなことを思ってしまって流行る気持ちをなぜか山中さんに伝えに行くっていうので2回目に見に行ってもちろんそこにはアミコがすごく面白かったっていう前提があるんですけどでは私がもうこれからなるので。 女優になるのでもうこれから <laughs> いつか出してくださいみたいなことをあみこの監督に手紙書こうってなぜか思って当時の私は手を渡したっていう経緯があるんですけどうん、うん、すごいですねドラマチックですよねよくできた話ですねいや本んになんか全部がこうなってちゃん本んとにナミビアの砂漠に繋がったから。 美談になってますけど本当にただの頭のねおかしい <laughs> 痛い高校生だったかもしれないですねいやでもね真ミコもちょっとね頭のちょっとおかしいっていうか <laughs> ねちょっと突っ走る系ですけどすごい、はい、私はでもそうですねほんと手紙もらった時のなんか河合さんの なんかこう「か勝ってるぜ」みたいなそのなんか勝ち気ななんでしょうね怖いものがないっていう感じをすごい覚えててなんかすごいはい「あみここんな子が見に来てくれて本当に作ってよかった」って思うぐらいなんか万能感にあふれてました <laughs> いやーなんかでも勝ち気な目をしてたっていう最近こう取材とかをしていく中でよく。 言ってくださるんですけど、見返してたんですけどこのトークの前に、瞳はカチキなブスっていうところ出てくるじゃないですか。<laughs> それだったのかな<や>私 <laughs> そ。それそれかって思いました。やばい。いやいやそこから私カチキって言ってるわけじゃないです。今の今まで忘れてましたけど。カチキなブスだったんだと思って。<laughs> めちちちゃゃゃくくしりきちゃいました <laughs>、まあ、しいやいやいややほんと私ちょっと河合さんにはよかったらあのトークする前に気が向いたら見返してくださいって送ったんですけど私はちょっともう見返せなくて自分でその恥ずかしすぎるというかやっぱり初めて撮ってる映画だし今の自分から見るとちょっとセオリーとかもめちゃくちゃだなって 思って気になってしょうがないから見れないんですけど、じゃあもう長い間見てないんですか？自分で見てないですね。なんかじっとして見,、えー、見通すっていうのはもう本当に長い間見てなくて、要所要所で恐る恐る見たりはするんですけど、うんうん、なんか途中で止めちゃいます。すで確かに裏で上映がちょっと映ってモニターの前とかで山中さんがなんか見たことない表情になってました。さっきなんか？ <laughs> な <んか S 2> <laughs> ちょっとざわざわして、ね、いやでももう絶対この時にしか撮れてないものだと思うしうえとおしいんですけどでも本当ナミビアを見ていただくともう歴然とした成長ぶりというか <laughs> 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 すごいすごいですよね。そんなこと言っちゃって大丈夫ですか いや全然大丈夫ですよ <laughs> いやもう,もう私の映画に対する解像度がちゃんと7年分上がってると思いますけどね本当にあみこってそう言われても納得しちゃうぐらいなんか本当に19歳で撮ってしまったというか。 もうお金もないし人もいないし技術もないっていうことがすごく <laughs> 画面から <laughs> 伝わってくる荒さというかなんかそれなのにほ本当にセンスだけがあるみたいな感じがしていや一番かっこいい映画だなって思うんですよ。なかなかかやっぱり ないじゃないですか、そういうものってそうですよね、うん。なんて言うんだろう、うまく言えないんですけど。あっても多分、うん、ここまで見てもらうようなこうなんか多分あっても埋もれちゃうっていうか結構日の目はあんま見ないでしょうね。そのなんかそうですね。たまたま誰かが作ってるのかもしれないけど、こういう面白いものを。 ラッキーだっったなっていう感じで私もその映画館でかかると思って作ってないのでその最初映画館のサイズで見た時になんか自分のイメージよりもでっかいスクリーンになっちゃったなと思ったりしていやーすごいと思いました今回見返してもありがとうございます、うん、本当にかっこいいなと思いましたやっぱりうーんとっても面白いですはい <laughs> <laughs> さっきそうさっき初めて私初めてまだ河合さんの知らないことがいっぱいあったんですけど聞いてもらってもいいですか河合さんがあの「ポレポレに働かせてください」ってメールを送ったそうです <laughs> そうなんですよね <laughs> そうあのそのそ アミコを見てそういう自主映画に出れることが決まってっていう後に高3の夏だったので,で演劇学科のある大学の受験も終わってもうバイトしようってなった時に映画館でバイトしたいなと思ってポ <laughs> ポレポレ東中野にメールを送りました <laughs> そうバイトしたいんですけどすごい。 経験を私はポレポレ東中野のでしましただからバイトはしたいです <laughs> っていうあのメールを別にバイト募集してなかったんですけど送ったら <laughs> あの採用ししててまませんって返事が来ました <laughs> すごく素敵な経験をしてくださったということで。 ありがとうございますただ、あいにく今、バイトは募集してませんっていうような返事がいやでも、本当そういうすぐこう行動に移されるところお手紙もそうですけどそうやってなんかいや、すごいと思います、でも、そのポレポレで働いてた世界線もあるんだって思うと本当です。ね、うん、働きたかったな。<laughs> <laughs> いや、そうそれで結局できずにコールセンターでバイトしたんですけど、<laughs> <laughs> そのくらいもう本当に宝物のようなあの思い出というかもう経験になっちゃってたんですよね。もうアミコを見に行った日に本当に文字通り人生が変わっちゃったので、ちょっとなんか特別な 体験になっていていもうそれがなんかこう「あみこ」っていう映画となんか一緒になっちゃっててすごい変な感じなんですよねなんか申し訳ないぐらいすごい個人的な、うん、あの体験と結びついてます映画が。いやでもなんかすごくでも映画を見るって体験にもなりえるというかだからでそれがナミビアに本当に。 つながってはいいよいよ9月6日 <laughs> <laughs> 上手,上手公開になるんですけれども、はい、どうですか <laughs> どうですかっていうかななんどうししたたらいいんでしたっけ最初に手紙を渡されて、まあ、何年か経ってるじゃないですか5年か6年か経って、はい、で川合さんはまあその間こう女優業を歩,歩まれてきてその時にそのあの。 アミコの監督の山中監督と、まあ、映画を作ることになるっていう、まあ、オファーというかが来た時っていうのはどういうお気持ちだったんですかいやもうあのとにかくここにこぎ着けた時は本当に嬉しかったですしそれまでにやっぱりあの魚座同士を見に行ったりとか山中さんが映画を 短い映画を撮ったりドラマを監督したりっていう動きは知ってたけどこうがっつり長編で映画を撮るのかなみたいなことをなんかぼんやりずっとうーん本当まあ長かったのででも6年間なので山中さんをずっと追いかけ続けてたわけじゃないですけど連絡先も知らないし。 なんか多分、間に共通の人はいっぱいいたと思うんですけどだから、山中さんが映画を撮るらしいよっていう情報をなんか聞いていやこれは絶対出たいと思ってでなんか結構前ですよね、もうそれが23年,年前とかですかね年ぐらい前かな人を通して事務所とかを通して。はい 連絡してそこからまたいろんな,なん企画が変わったりとかあ、うん、って最終的にこの形にはなってるんですけどそ、うん、そうですねその私もお手紙いただいてからなんかもう翌年ぐらいにはもう映画館で多分見てて翌年は早いかな,なかで翌年にはもう多分,う多分事務所に入ってその年に撮影したものがその次の年に出てるとかですかね。うんうんうん なんかあの時の子だってすぐ気づいてそっからもうなんかどん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 見るようになっているうちにもう一回そうですねその人捨てに河わさんがやりたいって言ってくれてるよっていうのを聞いてあなんかまだ覚えててくれたんだってい,かなんかいやいやいやこちらこそですねそう思ってで何か河わさんに 一緒にやりたいなと思って最初はその、まあ、もうすでに知っている方もいると思うんですけどその原作ものの企画で主人公が河合さんにぴったりだと思ってオファーしたんですよねでも河合さんもずっとこれをやるんだって思って <laughs> その <laughs> <laughs> 思って読んでました原作そうですね、はい、読んでもらっててでも私がその去年のえっと 去年の9月末とか10月にその元の企画を撮影することは決まってたんですけど去年の5月ぐらいにちょっと今この企画は全うできないなということでプロデューサーにちょっと降ろさせていただきたいですっていうのを相談したところなんかもう河合さんもずっと待っててくれたしあのもう。 オリジナルで好きなことをやるのはどうですかっていうことを提案していただいてでマジかと思ってでもすごく多分ラッキーですよねあんまりやっぱオリジナルでやってくださいって新人の監督に言う人っていないのでやっぱりみんなああその前の企画がダメになった段階でも一回そのやめましょうとかバラしましょうってなる。 なるんですかね普普通は普通ははそうですよねでそもそもやっぱりまず原作とか小説とか漫画を持っていて、うん、これで,で、ね、撮ってくださいっていうのは基本で私もずっとそれだったので「はなからオリジナルで何か映画を撮りませんか?」っていうのは絶対に言,うん、うん、言われないんですよやっぱりかその確証がないというか、うん、それでこう成立するような、はい、そうですよねそうそうこんなことはもうないと思ってで。 でできたのがナミビアのがすいやーすごい本当に嬉しかったですしだからこう時系列としてはその6年前に会った時からずっと会ってなくてでもやりたいですでいいですよっていう合致した時もまだ人づてだから会ってなくて。 そっから人づてに原作を渡されてでもそれが駄目になったっていうのを聞いてっていう間ずっと山中さんとまだ会ってないでオリジナルで作りましょう山中さんが書き始めたようですみたいな時に初めて会ったんですよねであの,あの2018年に会ったの覚えてますかっていうところで本当に。 再開っていう感じですすよねねそうです、ねまあ、でも私はかなりそのあの出演された作品でめちゃくちゃ見てるのでうん、うん、あ,あれですけど河合さんからしたらもうずっとこう、はい、情報だけというかなんか待たされたりなんだろうどうなってるのかなっていう状態が長かったと思うので本当に不安だったと思うんですけど本当にもう。 ありがとうございますなんかすごい頼もしくてというかまあか書き始めたようですというか書けていないようなので会ってみてくれませんかみたいな正確に言えばそうですねそうでなんかちょっとまだ何もアイデアはなくてみたいな <laughs> でも頑張りますみたいななんかそうですね <laughs> そういいやでも本当に何かこうそういう周りのプロデューサー陣 を含めていろんな人が山中さんを信じて本当に何と言ったらいいかあの結構その初めて会った時もそのプロデューサーの人とかはみんな出て行ってガチャって2人きりにされたんですよねお部屋で。でもなんかああ山中さんならとりあえず。 何かやってくれるだろうみたいな体制なんだっていうのをすごい感じたんですよ。いい意味で。それでですか。いいはい。え、どうして。いや、なんか、まあ、それまでずっと連絡取り合ってた時も。あの。まあ、は。そうですね。あんま言わない方がいいのかな、こういうのって。山岡さんは。天才なんで。ちょっととりあえず待ちましょうみたいなことを。<laughs> 事務所捨てに言われてて <laughs> <laughs> そんなこと言う人いないから普通 <laughs> でも同意見だったんですよ本当に山中さんの作品とうん,んかこうま文章で今こういう状況ですっていうのを頂い,いたりしてそういうものを見てあの待,待ちたいしかなかったのでもう気持ちがでそういう状態に本当に周りの人がみんななっている感じがすごくしました いやもうなんか本当にそれはよく良いエピソードとしてなってるけど本当に、その成果物として脚本でちゃんとお渡ししたかったんですよそれそれまでに本当は会っちゃいけないと思っててだからそうじゃない風にその合わせてくださいっていう風にも私がお願いしたんですけどだいぶ、そのうっていう感じで。ななんんかか なんだこれですって堂々と出てくださいってお願いしたかったんですけどもう本当に、かなり脚本を書くのが一番映画を作る段階で苦労するのでなんかそうかなんだから、みんな一度も私が締め切りを守らないからもう天才だと思うしかやり過ごせるその気持ちのやり場がなかっただけで本当にみんなちょっとどうしてくれるんだみたいないやわかんないですけどすごいはい。 いろんな人に待っていただいたといままあそうですねよくよく言ってますね今 <laughs> <laughs> でも本当に幸運なあの環境でしたよねナミビアのその中だ本当に何から何までなんか、うん、とってもその脚本が書けるまでは時間もないよみたいな苦しかったというか大丈夫かなって感じだったんですけど書か,か,かけてからは本当にいい感じにでしたよね うん、いやしかもすごい完成させてから撮影も準備期間も短かったはずだけど、うん、すごくみんなワクワクしていて、うん、スタッフの人たちが本当に人に恵まれたというかいろんな歯車ががっちり本当に運よくあったなっていうふうに思いますね。はい本当に 毎日撮影も楽しくって、うん、なんか、いや本当に河合さんもうリハーサルの時からなんか河合さんで良かったなが毎日更新されていくような感じで楽しかったですよね、なんか楽しすぎて不安になったたりしましまもんね、うん、不安になってましたよね、途中で。 大丈夫こんなに毎日楽しくて面白いシーンを撮っているけど <laughs>、うん、映画ってなんか面白いシーンの連なりを見るのが映画じゃないよねみたいなそ,そうそれを山中さんの途中でめちゃくちゃ笑いながら言ってきてなんか毎日面白いんですけど面白いのを連続して見ることが映画なんでしたっけって言いうながら <laughs> でも楽しかったので <laughs> うん。 いいかと思って <laughs> 撮り続けたまとめて見た時にどういう映画になるのか想像がつかなかったんですよね誰も私もそうだし、まあ、私は、まあ、まああるっちゃあるけどんみんな多分想像つかなかった、はい、でもまあ亜美と近いところもあるけどまた全然違うしうね アミコよりもいい映画を作りたいってずっと思ってたからそれが叶ったかなって思います。うんうん、そう思えてるのはすすごくいいことですねお二人にここまで言っていただいたらもう皆さんもナミビアの砂漠を見ずにはいられないかなと思うんですけれども残念ながら。 お時間が来ててししまいまい、えー、本日ですねもう本当にだいぶお話しいただいたんですけれどもやっぱりこのここにいる皆さんにはまずナミビアの砂漠を見ていただいてそしてまたあみこを見ていただいてっていうことがあのできる環境が今ありますのでぜひあのお客様にですねナミビアの砂漠のアピールポイントを一言ずつ頂い,いてもよろしいでしょうかええアピールポイント でも本当河合さんをひたすら見続ける河合さんといる主人公カナーをひたすら見続ける映画になってるんですけどもうね見たことのない表情や何でしょう姿勢しぐさがいっぱいありますのでとっても私としてはあの楽しい映画だと思って作りました。 はい、<laughs> ありががとうございいます <laughs> いさんいかがでしょう、はい、えー、そうですね皆さんが今日は美子を見てどう感じたかなと思ってるんですけど私はその見た時にこういう感覚を持ってる人がいるんだっていうことですごいびっくりしたんだと思うし当時。で今見返してもうんやっぱり。 山中さんしか持ってない本当になんかこうやっぱり圧倒的な感性があるなと思うしそれが7年の時間をかけて山中さんの中でこう何て言うんでしょう豊かにしてきたものと素晴らしいスタッフの皆さんとキャストの皆さんが集まって。 大アップグレードされた感じになってますもちろん別のものですけど本当にまた私は一ファンとしてもまた山中さんのかっこいい映画が見れてすごい嬉しいなと思ったのであの皆さんに気に入っていただけることを願ってます。はいはい、そう9月28日からまたアミコも ここでリバイバル2週間上映するのでそちらもまたよかったらという感じですが、はい、ではまずはナミビアです、ね、<laughs> そうですね明後日から公開明後日、し明後日から公開になりますのでいよいよ、はい、ぜひよろしくお願いします。